聞きたいんですよ。なんかあの調子こいて特養を買ったことはございませんか？ピコン質問ありますね。ありますよ、はい、こっちのがコスト安くていいやみたいな部分で、はいはい、あのスーパー行って結構大きいやつ買っちゃったりとかで、冷蔵庫にすごい眠らせるみたいな、で奥さんにめちゃくちゃ怒られる、これどうすんのみたいなさ、はい、たまにある自炊で大体迷惑かける男性の皆さんへ朗報でございますめちゃくちゃおると思う。朗報でございます。そしてそんな男性にお困りの女性の皆さん、朗報でございますこの大葉を使ってですね、めちゃくちゃ美味しいペペを作っていこうかなと思います。ペペロンティーノね、ティーノ、ティーノクエンティン・タランティーノ、絶対に言いたかったあのキルビルこと長谷倉俊がですね、どういうこと最後ね、まばたきしないで見てください。もう時計仕掛けのあのなんでオレンジ、ええってあれ名作と言われてるけど、わからん名作のあれが、ちなみに見たことないんですけど、ないんやないのなくてそれ、よろしくお願いします。材料紹介、超シンプル、レモンとニンニク、唐辛子、オリーブオイルと大葉ですね。大葉はこれ何枚でもいいです。大葉インフィニティと覚えててください。大葉のところにインフィニティってあの概要欄打っとくんで今飛んでみてください。ちなみにその特許が余っちゃったやつ全部いっちゃっていいです。あ、もう全部使おうと。そう、むしろ足んないとか言って特許もう一泊買っちゃうみたいな、でまた怒られるみたいなねループね。そう、ループです。パスタは今回 1.7 ミリ使わさせていただきますと、ペペロンチーノを僕アップしてたと思うんですけど、はいはい、あれの大葉版みたいに近いんで、あのビューの知事もよかったら見ていただければ。まだあの自宅でやってます。あ、そうですね、はい、ぜひそっちをチェックしてもらえればと思いますんで、こんな感じです。やっていきましょう。まずはニンニク、ニンニクはスライスで使っていきたいです。で、ここ結構ほら目があるじゃないですか。あ、はいはいはい、僕目気にしないんですけど、あんまり基本的にはこういう緑になっちゃってたらさすがに外そうかなみたいなノリでこういう風にね取れますんで、でこれをスライスと、はい、OK で、これはもう切っていっちゃいましょう。唐辛子、種を抜いてあげてもう半割りにして入れると。で、オリーブオイル大さじ1で、火をつけちゃいます。はい、パスタ入れちゃいましょう。 1.2% の塩分濃度のボイラーでこれ茹でていきます。オイルがふつふつなってきたらもう弱火にしちゃっていいんで、じわじわいきますね。そしたら大葉くん、これ大葉何枚あんのこれ。結構あれだ、20枚、これ20枚、一束20枚、半端な、いっちゃう、いっちゃおう。20枚ってめっちゃ贅沢な感じするの、やばいね。この大葉くんを切りに、で、ここまで切ったらこう向きを変えてあげて、こっちでなんかもう2、3発結構ね、長すぎるとね、ダマになりすぎちゃうんですよ。なるほど。だからちょっと切ってあげるぐらいな感じで、ちょっとずつ色づいたやつが出てくるんで、で、ニンニクはやっぱほら加熱がね、進みますんで、水分入るとここにもうこの茎を入れちゃいます。で、ゆで汁を入れます。だいたい80ぐらいですね。じゃあ、OK、 したらこいつを切ってあげて、のでここで大葉、大葉ね、さっきの量のもう3分の2ぐらいいっちゃっていいですか。ちょっと残す、ちょっと残す。で、全体を入れる。めっちゃうまそう。めっちゃ大葉大量や、大量、はい、ここにレモンを絞り入れちゃう。で、オイルを大さじ1ぐらい加えて、熱々の状態をキープしながら、仕上げに
まださらにフレッシュ。大場地獄いいね。特用で買った君に送るよっしゃ行きましょう。お疲れ様でした。ババ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 バ。オーバーパスタ。いただきます。うわ、来てるね。すごいよ。香りがすごい。香りすごいよね。超うまい。これやばいやん。めっちゃいい。うわ、やってるわこれ。香りすげー。うん。いきますか。いいっすか。うん。目開きすぎだよ。めっちゃうまい。うまいよね。大葉これこの量最高。この量最高っしょ。この塊のとこ行っちゃおうかな。あうん。あ、うまっ。うまいよね。うわーうまい。うわーうまい。まあ言っちゃえば普段のアーリオを板パセを大葉にして、はいはいはい、でそれにレモン加えたみたいなノリなので。なるほどね。いかがでしたでしょうか。朝倉俊天のバババババババ。今回はね、そこの部分いや、めっちゃシンプルで超いいパスタだと思うんで、なんかこういう何気ないのさらっと作れるのめちゃくちゃいいと思うんで、で今みたいなね、あのパスタとかもっとなんか作り方考え方学びたいなとか、料理上手になりたいなとか、何作っても美味しいみたいなの目指したいということであればね、ぜひとも概要欄にチェックしてもらって、私の料理教室コミュニティやってますんで、ぜひぜひ入ってみてください。なんかあのシンプルに面白いですなのでぜひぜひあのチェックしていただければと思いますので、このパスタもぜひ作ってみてください。それでは本日もありがとうございました。ごちそうさん、久々に言った